モナのはるちゃんです。今日は画廊伝説を実況したいと思います。これは支配者ギースが主催した武闘大会で戦う格闘ゲームですね。3人から選べるんよね。テリーにしよう。最初は君に決めた。カポエラのキャラやね。テイ。はあ。パワーウェーブ。必殺技強い。奥にも移動できるんやね。弱い。ポケモンマスターか。移動するな。キック。そんなとこに捕まってるからや。勝ちました。お、ギースや。ボクサーや。よし。オッケー。と。パワーウェーブ。楽勝でした。ボーナスステージや。腕相撲や。連打連打。You win。お、新しい技や。次はおじいちゃんや。ああ、変身した。夢仙人か。変な動きで空飛んでる。強い。すれ違い。ライン移動ばっかすんな。よーし。雨降ってきた。絶対ドーピングしてるよね。てい。効果切れか。反撃だ。ワンナックル。倒した。やった。資料集め出してる。ダックキング。相手。
どや。後ろの人さっき倒した人やん。ぐえ。夜になりました。くらえ。はい、はあ、やった勝利。ボーナスエリア。また腕相撲か。連打や。強い。そんな技もあるんやね。ムエタイか。はい。こいつ、バーンナックル。また来た。危な。よし、勝った。毎回同じこと言ってる。ライデン、プロレスラーや。でかいな。毒斬りか。踏みつけてくる。当たらないよ。あ、逃げんな。これをかわしてパワーウェイブ。よーし。最後の勝負や。あ、どや。わあ、捕まった。負けた。うわ、踏まれた。というわけで、これで実況を終わりたいと思います。
じゃあまたね。